屈な窓辺に吹き込む風に顔をしかめたのは照れくささの裏返し。お前瞳好かれそうなくせに友達いないとかどういうことだよ。困っている人に救いの手を差し伸べる、それがこの部の活動よ。やっぱろー、今日は依頼人を連れてきたよ。二人とも落ち着きたまえ。友達じゃダメかね。何言ってんの、やめてくない。なら俺と彼女は。なあ雪乃さん、俺と。ごめんなさい、それは無理。まだ最後まで言ってねえだろ。ユキノも困ってたら助けて。やだ、無理だ。違うの、すげえ。何この展開。よかったな、おかげでユイさんみたいな可愛い人。こいつ何言ってんだ。嫌いだ、そんなのは。やめろ。バカ。早く戻ろう、みんな待ってるからね。じゃあゆきのちゃん、そろそろ行こっか。お母さん待ってるよ。ひかりくんもかばってる。昨日の敵は今日の。まあたやる、そういうことなら次もお願いしますね。雪の下は雪の下のやり方を貫いた。引き換え始まりにできることは何だ。それが俺の本気見せてやるよ。本当に世界を変えるってことを。あなたのやり方には何の意味が。引き換え君は何でも分かっちゃうんだね。雪乃の家のことなんて今関係ないじゃん。少し黙れよ。ほら、簡単だろ。誰も傷つかない世界の完成だ。どうして。何考えてるの。あなたも卑怯だ。そんなやり方しかできない。大切なもの。傷つけたくない。俺は何か間違えたのではないか。引きがや、君はどうする。欲しいものがあったから。俺が欲しかったものは確かにあった。でも分かんないで終わらせたらダメなんだよ。雪の下の問題は雪の下自身が解決すべきだ。ヒッキーは頑張った。先輩に乗せられてあげます。いつか私を助けてね。だからきっと求め続ける。さて、では感想を聞かせてもらうとするか。つまらなかった。想像を絶するつまらなさ。ゲッホー！